皆さんこんにちは、メルムです。今日のテーマはアイドルたちが憧れる大物韓国アイドルベスト4です。では早速始めましょう。一人目はブラックビーチコです。チコはアイドル出身のラッパー兼プロデューサーとして韓国アイドルたちのラッパーロールモデル、そして韓国のヒップホップリスナーにはアイドルラッパー1位と言われているほど、ラップとヒップホップが好きな人にはものすごい尊敬されています。チコはなぜこんなたくさんの人に尊敬されているのかというと、最近は BTS、RM、セブンティーン、ウジ、ペンタゴン、フイ、AB6、イデイなどアイドル活動をしながらプロデューサーまでする人がすごく多いですが、ブラックビーが活動していた当時はジドラゴンとチコ以外にプロデューサーまでできるアイドルはほとんどいなくて、アイドルをするためにラップを始めるアイドルラッパーと違って、チコはデビュー前からたくさんの人に認められてアイドルデビューすることになったので、アイドルラッパーを補助する人たちにもラッパ力を認めてもらったそうです。そしてチコがプロデュースした130ほどの曲から数多くの曲が1位を取り、年間の著作権料が数億ウォンにもなるので、プロデュース能力まで認めてもらい、ただのアイドルが好きな女性ファンだけでなく、アイドルには詳しくない男性にまで愛されながら、アイドルよりアーティストとして現在は韓国アイドルラッパーたちのワナビと呼ばれているそうです。2人目はビッグバンジドラゴンです。ジドラゴンはアイドルたちのアイドル、芸能人たちの芸能人と言われていて、同じ芸能人仲間からも芸能人扱いをされる韓国のスーパースターですが、ジドラゴンはなぜこんなにスーパースターになったのかというと、ジドラゴンはデビュー前の13歳の頃から作曲を始めて、今まで180ほどの曲を作り、著作権料だけで年間数十億ウォンにもなるので、アイドルの中で著作権料1位だそうです。そしてピキットの社長パンシアプロデューサーも、ジドラゴンは嫉妬するほどすごい才能を持ったプロデューサーだと言ったことがあるぐらい専門プロデューサーにも認められ、一人目に紹介したジコはラップがめちゃくちゃ上手くて認められたわけですが、ジドラゴンは一般的なラップとは違って自分だけの特別なスタイルでラップをし、歌や振り付けも他のアイドルとは全然違う姿だったので、ジドラゴンはジドラゴン自体がジャンヌだと深刻化する人もすごく多かったそうです。そしてジドラゴンといえばやっぱりファッションですが、ジドラゴンのファッションはすでに世界的に認められ、あえて言わなくても皆さんもわかると思いますが、ジドラゴンのファッション影響力は韓国でどれほどレベルなのかというと、ジドラゴンが軍隊にいた当時流行ったファッションが一つもなかったので、ジドラゴンが軍隊にいたせいで韓国のファッションは止まってしまったという人がものすごく多かったというほど、韓国でジドラゴンの影響力は本当に半端じゃありません。そして未だに韓国のインターネットではジドラゴンと BTS とどっちが K-POP のアイコンかという書き込みがとてもたくさんあるそうです。3人目はシャイニーテミンです。テミンはテトロイというあだ名があるほど、昔から自分のロールモデルはテミンだというアイドルがものすごく多かったんですが、その理由はまさに優れたダンス力だそうです。幼い頃からダンス力がとても優れていたテミンは、2年間合格者が1人もいなかった中国のオーディション SM 公開オーディションで2年ぶりに現れた合格者で、恩師だったテミンがこの中国のオーディションに合格した理由はもちろんダンス力だったそうです。そして多くのアイドルがテミンのダンスに熱狂する理由は、多分綺麗なシンクロダンスを披露するアイドルとは違って、アイドルダンスに現代舞踊を取り入れて自分だけのスタイルで踊るからじゃないかと言われているそうです。でも面白いことが一つあるんですが、テミンはダンスが上手いアイドルランキングでいつもエクソカイ、BTS ジミンと1位3位を争っているんですが、カイとジミンもテミンと似ていて、アイドルダンスに現代舞踊を取り入れて自分だけのスタイルで踊ると有名じゃないですか。そしてこの3人はウジャンペディンズという集まりのメンバーですごく仲がいいので、やっぱり友達とは似た者同士ですね。4人目は BTS テテです。デビューして間もない新人アイドルやアイドル練習生たちにロールモデルは誰かと聞くと、10人中8人には BTS みたいなアイドルになりたいと言うそうですが、 BTS メンバーの中でも特にテテに憧れる人が一番多いそうです。
そしてさっき話したテトロイと似ていて、最近はみんなテテがロールモデルというので、テテはナンバーワンロールモデルと言われているそうです。そしてテテがアイドルたちのナンバーワンロールモデルになった理由は、まずビジュアル的な面から見ると、外見、スタイル、ファッション、声など全て優れていて、アイドルに必要とする基本的な資質であるダンス、歌、表情、舞台マナー、パフォーマンスなど全て優れているので、このように全ての面で優れているアイドルを憧れないわけがないですよね。そして無名事務所から始まり、ものすごい努力で世界的大成功したので、数多くの人にまで尊敬され、憧れの対象になるはやっぱり当然のことだと思います。今日はアイドルたちが憧れる大物韓国のアイドルについて調べてみましたが、面白かったらチャンネル登録といいねお願いします。では次の動画で会いましょう。またねー。